はい、増設者増車で、ね、したのは93年式のプレス株です。で、状態はまあサビはまあ年式もあって、これ違うのかな、同じだね。ところどころサビは出てますね。で、スポークの前後ちょっとサビはあるんだけど、まあこれは磨いたり変換したりして、使える範囲ですね。もうホイールは全然綺麗だし、でタイヤは前後取り替えは前提ですからね。でマフラーは全然綺麗ですね。まあサビはあるけど、ちょっと綺麗だけど、いけるでしょう。で、違うところがこのカブラ式のキャリアね、これを変えちゃってるのと、あとここ違うネジついてる。なんか違うネジつけちゃってるんだね。ここね、ここのネジ全然違うのつけちゃってる。で、変える必要があるでしょ。あとは、グリップヒーターだけど、スイッチはあるけど、多分これグリップヒーターだったんでしょうね。配線切っちゃってるね。だからこれ、意味なかったな。どうするか、グリップヒーターはどうするかわからない。それと、あとここのスイッチ。ヘッドライトのスイッチね、これは今ついてるやつと取り替えれば全然問題ない。で、あとメーター538キロだけど、どうかな、いけるのかな、怪しいところだけどね。で、フォグランプ付きだから、なんか違うランプつけてるのかな、なんか無理やり入れてるね。まあこれはリトルちゃんと取り替えますからいいんだけど。でウィンカーがここプレスだから、ここがキャップになってるから、これネジで固定しちゃってるね、無理やり。これはどうしようか。つけるか、どうするかわかりません。こんなとこ通ってんだね。で、あとは、エンジンはね、かかるはかかる。あとバッテリーを生きてるんで、バッテリーをそのまま使って、で、まあ当然のことのキャブはアウトでしょ。変な音をするっていうのはわかんないね。まあこれは使わないからいいんだけど。これはもう完全にキャブだから問題ないんだけど、まあエンジン下ろすから下ろして取り替えるから、問題ないでしょ、いいと思います。それと、シートはどうしようかな、取り替えるか、シート取り替えようかな。ここね、いつもこれパッキンダメなんだよな。で、タンクの中は全然綺麗でしょ。いけるいける。タンクはそのまま使っちゃう。OK。
まあ全然問題ないでしょ。うん、で多少このサビだけね、サビだけこういうサビ落としていこう、できるだけ落としていこうね。うん、あとは問題ないし。で、リトルのところから全部部品をね、取り替えて、エンジンとサスペンションでしょ。うん、で、マフラー関係と、あとキャリアも全部取り替えちゃいます。こっち綺麗だよな。こっちは、強化スタンドついてるし、何もないし。うん、ステップ、やっぱり、あれなんだね。出てるんだね。このステップ初めて見た。うん。問題ないっす。この程度だったら、うん、いけます。で、そうだな。あとは特にないかな。で、シートは、やっぱりシングルに戻そうかな。うん。グリップヒーターの取り扱い、これで、これ、無理だね。どこ見てもね。バッテリーは生きてるし、リレーがついてないんだよな。リレーがついてない。こんなもんなんだな。これ初めて見てたな。これなんかつけてんのかな、無理やり。わからんな。うん、ということです。あとレッグシールド、これぶった切ってもらうね。これはそう取るか、うん、純正品じゃないけど取り寄せはしてるので問題ないでしょ。です。ここネジねえな、ここね外しちゃったから。うん、以上です。じゃあこれからね、いろいろやっていきます。うん、なるじゃないよ。